ナディア・エレーナ・コマネチは、ルーマニアの女子体操選手。1976年に行われた、モントリオールオリンピックで3個の金メダルを獲得した。コマネチはまた、この大会で体操競技選手として、オリンピックの舞台で初めて10点満点を獲得した。1980年モスクワオリンピックでも2個の金メダルを獲得した。コマネチは、ソビエト連邦のオールがコルブトと並んで、 世界中で最も知られた体操競技選手となり、競技の人気を高めた。1993年に国際体操殿堂入りしている。コマネチは、ルーマニアのゲオルゲゲオルギュデジ氏で、ゲオルゲとシテファニア・アレキサンドリナ夫妻のもとに生まれた。ナデヤという名前は、ある、ロシアの映画のヒロインである、ナジェージュダにちなんだものである。6歳の時に、メイコーチベラカロリーに見出され、 英才教育を受けた。1969年には国内選手権で13位に入った。コマネチは9歳でルーマニアのジュニア選手権を制覇し、1971年には初の国際大会となるユーゴスラビアチームとの大会に出場し団体と個人総合で優勝を果たした。1975年にノルウェーの支援で行われた ヨーロッパ体操選手権で種目別の床で銀メダルとなったのを除き個人総合、種目別すべてで金メダルを獲得するなど幼い時から数々のタイトルを獲得してきた。プレオリンピック大会としてモントリオールで開かれた大会でコマネチは個人総合と平均台で金メダル、長馬、床、段違い平行棒ではネリー・キムに次いで銀メダルとなった。 1976年3月にニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われたアメリカンカップの長場で10点満点を出し、日本で行われた中日カップでも長場と段違い平行棒で10点満点を出した。同年14歳で参加したモントリオールオリンピックで段違い平行棒と平均台の演技で近代オリンピック史上初めての10点満点を出し、個人総合と合わせて 金メダル3個、団体で銀メダル、床で銅メダルを獲得した。この時オリンピックを運営する IOC や審判団は体操競技で実際に満点が出ることを想定していなかったため、掲示板には1.00点と表示された。コマネッチは個人総合で優勝した初のルーマニア選手となると、共に史上最年少での個人総合優勝を果たした。 純白のレオタードが似合う可憐な容姿や見事な技が観衆を魅了し白い妖精と呼ばれた。帰国したコマネッチはニコラエ・チャウシェスク大統領から勲章を授与された。米 ABC のモントリオールオリンピック中継でコマネッチが登場する際に使われた妖精コマネッチのテーマがヒットした。もともとこの曲は逸話やコマネッチのために書かれたものではなく1971年に 公開された映画、動物と子供たちの歌のサウンドトラック、ブレス・ザ・ビーツ・アンド・チルドレンに収録されていた楽曲であり、アメリカのヒルドラ、ヤング・アンド・ザ・レ・ストレスのテーマソングにも使われていた。コマネッチがこの曲を使って演技することはなかった。コマネッチが床の演技で使用した曲は、イエス・サー、ザッツ・マイ・ベビーとジャンプ・イン・ザ・ラインをピアノにアレンジしたものであった。 コマネチは UPI 通信社が選ぶ年間最優秀女子スポーツ選手に1975年、1976年と2年連続で選出されている。また AP 通信社が選ぶ最優秀女子スポーツ選手にも1976年に選出された。1977年、撮影1977年のヨーロッパ体操競技選手権でコマネチは2つのメダルを 獲得したが、ソ連に有利なように採点がされたとチャウシスク大統領は起こり、ルーマニアチームは大統領専用機での帰国を命じられた。この出来事の後、カロリーコーチは代表チームのコーチを辞任させられ、デバで新たな選手の発掘を行うこととなり、コマネチはブカレストに移って体操を続けることとなった。 両親の離婚や練習環境の変化によるストレスで1978年にフランスのストラスブールで開かれた世界体操競技選手権に体重が増えすぎて体形が崩れた姿を表した。段違い平行棒で落下したコマネチはエレナ・ムヒナ、ネディ・キム、ナタリア・シャポシュニコワに敗れて4位となり平均台でのミカネメダルを獲得した。大会終了後コマネチはデバニール。 カロリーコーチの指導を再び受ける許可をもらい、スリムになって登場した1979年のヨーロッパ選手権では男女を通じて初の個人総合3連覇を果たした。同年12月の世界選手権団体戦は金属グリップで手首を切ってしまった。ドクターストップがかかっていたもののコマネチは試合に強行出場し平均台で9.95をマークし世界選手権団体で ルーマニア女子が初の金メダルに貢献した。コマネチは演技後、農業ができた手の治療のため数日間入院した。1980年モスクワオリンピックでは、個人総合でエレナ・ダベドアに次いで銀メダル、平均台、床で金メダル、団体でも銀メダルを獲得した。コマネチは1981年に現役生活を引退し、1984年に 国際オリンピック委員会の委員に就任する際には引退記念行事が行われた。1981年にコマネチはアメリカに遠征した。同行したカロリーコーチ夫妻、振付師はこの時亡命してしまった。帰国後、コマネチの行動は厳しく監視されるようになり、1984年、ロサンゼルスオリンピックに派遣された時も同様であった。 その後、モスクワやキューバに行く場合などのほんのわずかなケースを除き出国が許可されることはなかった。なお、1984年のロサンゼルスオリンピック直前には、コマネッチのドキュメンタリードラマナディアが放映された。コマネッチは1984年から1989年まで、ルーマニア体操協会のコーチとして、ジュニア選手の育成に当たったが、 ルーマニア革命直前の1989年11月、ハンガリー、オーストリア経由でアメリカに亡命した。チャウシェスク大統領の独裁政権下で、同大統領の次男でもあるニクチャウシェスクが一方的に愛人関係を持とうとするのを拒むこともできず、そのことにこらえきれなくなったためという報道もなされた。アメリカに到着した際には、厚毛症とケバケバしい服装で登場したこと。 二人、キリで一緒に住んでいた亡命を手助けをした男性との関係をメディアに問われて舌を出し、秘密と答え、男性が四人の子供がいる最大者であることに、だから何を、と答えたことに対してネガティブな報道もされた。コマネチは、エアロビクスやフィットネス、ウェディングドレス、機種のアンダーウェアの広告などに出演した。その後1976年のアメリカンカップで、 知り合ったバートコナーと再会し、オクラホマ州に引っ越した。1994年11月12日のコマネチの33歳の誕生日にコマネチらは婚約した。そして亡命以来初めてルーマニアに戻った二人は1996年4月27日にブカレストで結婚した。結婚式は生中継されてレセプションはルーマニア大統領府で行われた。 民主化したルーマニアに犯罪者と呼ばれることさえ覚悟しながらも、コマネチは帰国した。国民は温かくコマネチを迎え入れた。コマネチは2001年6月29日にアメリカ国籍を取得し、ルーマニア国籍も放棄しなかったために重国籍となった。2006年6月3日、オクラホマシティで帝王切開手術により男児を出産した。コマネチは現在、 オクラホマ州で世界7カ国から来た体操競技選手の指導に当たっている。コマネッチが指導した選手には、北京オリンピックの床で金メダルを獲得したサンドライズバサや2007年の世界選手権に出場したダニエラ・ダラ、ウクライナのヤナ・ディーミンチョックなどがいる。2003年12月自助伝である、レターズ2、エイヤングジ・ムラストが発行され長年ファンから受け取った。 手紙の返事の形式で出版された。2004年アテネオリンピックの大会期間中、アディダスがコマネチの10点満点の CM を流している。コンドリーザ・ライス国務長官とコマネチコマネチはチャリティや国際的な活動を精力的に行っており、1999年には国際連合にスポーツ選手として招待講演を行った最初の人物となった。 国際スペシャルオリンピックス委員会、スジジストロフィー協会の養殖も務めている。また、ルーマニアの子どもたちが低コストで医療支援や社会支援を受けられるように、ナディアコマネチチルドレンズクリニックという基金を作った。体操競技でもルーマニア体操協会の名誉会長、ルーマニアオリンピック委員会の名誉委員長となっている。コマネチは夫と共にバートコナー体操アカデミー、 パーフェクト10プロダクションカンパニー、スポーツ用具店などを所有している。また二人はインターナショナルジムナストマガジンの編集者でもある。2005年の世界体操選手権や2008年の北京オリンピックでは解説者を務めた。実業家時代のドナルド・トランプが司会を担当したアプレンティスの第7シーズンに登場した。2009年には2016年夏季オリンピック開催を 目指すシカゴ招致委員会より、ナスティア・リューキン、マイケル・ジョンソン、エドウィン・モーゼス、ジャッキー・ジョイナーカーと共に10月2日に、デンマークのコペンハーゲンで行われる、開催都市を決定する、国際オリンピック委員会総会に派遣された。2010年代には、柔道とも関わり合うようになり、国際柔道連盟の親善大使として、定期的に、アイフ・ワールド柔道ツアーに姿を見せるようになった。 また、イスラエル柔道連盟会長のモシェポンテから名誉団員が贈呈された。ありがとうございます。